はい、おはようございます。おはようございます、はい、今日はこちらの山取心拍、山取心拍、山取心拍、またこの畳み込み、畳み込まれしばらく畳み込み続いたんで、はい、ちょっとあの大きいやつをねやってみようかなということで、はい、でこれは先日都知事のお弟子さんの高橋さん、はい、お見えになった時に、動画を撮らせていただいて、私が前日に、ここ正面でこう作ったらっていう話を、プロはどう見るのかという中で、うん、まあできたら、まあ、自分の希望としては同じ方向を選んでくれるだろうという予測のもとに、さすが私もそこまで行ったかっていうことを考えてたんですけど、全く逆の正面だったっていう、なるほど、あのいうことですよね。復習になりますけど、私はこちらのこちらですね、ここら辺の裏の感じと、でどうしようかなというのは、まあ一応こちらそちらの正面に作るんですけど、まあちょっと未練がましいんですけど、こちらも私は捨てがたいというのがどうしても残ってまして、はい、できれば両方見れる、うんうん、こちらをこちら正面を主体に作るんですけど、こちらでも見れる形に、うん、仕上げていきたいなというふうに思います。でちょっとまだねこれ杉っぱがあるんで、ちょっと太い枝にかけるぐらいかな、あの先端少しいくつかあのこう枝針金かけるかもしれませんけど、1回目の枝作りっていうかね、そんな感じをやってみたいなというふうに思います。まず必要のない枝を取ります。これですね、これが枝のこのこれとこれのこの幹とこの枝の上から出てると、はい、あの将来使うとなればいい枝でもあるんですけど、そちらを正面にした時はこれは差し枝になってきますので、これがいらない。で、あとここがね3本になっちゃってるんですね、うん、はい、なんでこの下の枝を取るということをちょっとまずやってみたいと思います、はい、じゃあまずこれを抜きます。ドン、これとこれかな、下のやつですね、はい、これを抜きます。ちょっと気になってるのがこの枝なんですけど、これを差し枝に、こっちを正面にして、これを差し枝にした時にここはずーっと何もないと寂しいので、とりあえず取っといて、やがたはこれは全部抜いちゃうかなというのはあるんですけど、はい、一応つけておいて、これはねこれだけ抜いちゃうか、はい、これだけ抜いちゃいますね。下向いちゃってるんでこれも取りましょう。あとはね上ですね、そちらが正面だとこれが頭で、こちらが正面だとこれが頭になっていくんで、これが、いらなくなってくるだろうと、はい、これはまあ天神作るにも細いし、うん、あくまでもこれを目立たせるためには調表なんてない方がいいんで、これも元から切っちゃいますね。元からっつってもちょっと残しますけど、今度そちらから正面にした時にこいつもいらないかなって、ちょっと半端なんで、はい、もう大体なんとなくこっちだとねやっぱ作りやすいですよね。まあそうですね、うん、これがあってこれがあって、どっちかいらないかもしれないな。下の枝を抜いていっちゃいます。はい、今日真面目ですね。真面目ですね。そうそうそう。いや、結構ね、ちょっとこれ、そこそこのものなんで。そうですね、山木のこの。山木のやつで、なかなかってないんですよ。あの、正木って言ってね、あの、ついでない木なんで、うん、心拍ね、あの、糸魚川の、なかなかないんで。真剣モード。真剣モードですね。これはね、ちっちゃく畳めればいいんですけど、うん、まあ、結構太いですね。うん、太いんでね、こっちゃうか。こっちが差し枝になったら、こう確実にいらないんですね。裏側から見たことですね。裏側から見て、うん、これか、取りましょう。っていうかね、この枝抜いた時点でちょっと失敗したかなと思ってて、うん、これ一本残しておいてもよかったんですね。そうかもしれないですね、うん、これだけなかったんで。そっちの方が寄ってますもんね、うん、ただこうあまりにも間延びしてたんで残してましたけど、これ取りましょう。はい、こんなとこですかね。はい、あ、もうなんか見えますね、こっちは正面が。そうですね、そっちを正面した時は、はい、こっちの差し枝を切るってことですよ。これそっちを正面にする場合は、これでも裏枝、そっちを正面した場合はこっちの差し枝を、これをいらない、切るってことですね。うん、だからこれを差し枝にした時にこれがこれ辺に来るからちょっと違和感あるかもしれない、うん、そうですね、あの変わった裏枝みたいになっちゃうんですね。ただこれはまだ成長、あの将来のための差し枝っていうことなんで、ちょっと短いですけど、まだ一応可能性を残しておく。そうですね、可能性を残しておくってことですね。でこれはこっちにぐーっと持ってかなきゃいけないんで、まずこれとこれをですね、この枝とこの枝の針金掛けを、まあ、ここの幹をこちら側を通しながらやっていくと、はい、でこれはこっち回転するんで、できればこっち回転ですかね、でかけていきたいなというふうに思います。4番、
あっさりといきましたね。結構意外と早く終わる。早く終わる。そうですね。これで太巻きだけだったらね、この間の五葉松創刊の、あれは大変でしたね。あれ小枝までかけたから、あれは2日かけてますからね。かけました。はい、その編集してたんですけど、面白かったです。木沼さんの日をまたぐときジャンプするやつとか。あ、ジャンプするやつね。ああ、結構上から飛びましたもんね。結構上から飛んだ。足くじくんじゃないかと。遠いかな。まあいいや。12番のあれなんですね。はい、こちらが時計回りか。時計回り。時計回りにここに入ってきて、そっちは反時計。こっちはこっちから反時計ですね。そうですね。はい、こうねじりたいんで、はい。大丈夫ですかね。ここ入ってきますね。ここに。ここです。ああ。はい。あ、幹通ってますよね。ここ、幹通って。ここ幹一回転させてから、なるほど。でないと固定しないんで。でこれで半時計回り、半時計回りでこれをこうねじってくるっていうことですね。はい、これ場合によってはこの枝に対して太すぎるんで、うんうん、途中までかけてこれとこれとかけ渡すかもしれないですね。はい、超ミニから、超ミニからこんなね、山巻きまで、うん、大型山巻き大型盆栽までいけるって、いけるなかなかいないでしょうね。まあそうですね。あんまりいないですよね。あんまりそうですね。もうここの生徒さんで、ね、いたんですよ、やっぱりそういう。どっちもできる人。どっちもできる人。大型盆栽もやってるし、その方のやつはもう古風店10回連続で出したりしてる人ですから、で、商品盆栽は京都の画風店、も出して、で、2月になって、古風店出して、すごいですよね。そういう方がいて、その木は高い木から、本当に挿し木みたいなやつまで楽しまれてる方だったんで、そこを目指したいですよね。その人豆盆栽やってないんじゃないですか。あ、豆やってないですね。確かに。ヒロさんの方が守備範囲広いかもしれない。そうですね。そうですね。そう、今朝浜野会長にも言われたんですけど、ヒロさんは時代に乗ってる。もう時代に乗ってるって、今その流行りのね、盆栽界の盆栽の盆栽でいう時代に乗ってるじゃなくて。じゃなくて。今の盆栽に合ってるってことですね。そうですね。だからやっぱり私もツイッターとか始めて、うん、若い方とかね、30代の方がたくさん商品盆栽とかミニ盆栽って言われるやつをやられてるっていうのが分かったんで、嬉しいですね。うん、まあ僕に言わせれば、時代に乗ってるというか、時代を作ってるというか、ね。昨日家でそれ言っちゃいましたよ、私も。自分で、流行りを作ってるんだって。そうですね。うん、昨日家帰ってね。まんざら嘘でもないから。いや、ですよ ね、ああいうね、やっぱり畳み込みと。にね、今ちょっと集中してやってますけど、畳み込みを発案したわけじゃないけど、じゃないけど、まあそれを世に知らしめたという、ね、知ってもらって、うん、そうですよ ね、 いいね、あんまり言うと叩かれますね。お前が始めたんじゃないってね。よっ、お、値段付けが始まりました。値段付けが、新商品が、はい、今日は大量に当時園に盆栽が入荷しまして、よし、中で盆栽を見に行くかもしれませんけど。そしてこれはこちらがいいんですね。はい、ねじって、で位置はですね、そっちから見た時に違和感がない位置なんで、うん、あんまり低い位置をちょっと上げるかもしれないですね。うん、でここがね、少し今割れてるんで、はい、ここですね、ここと、ね、割れてますね。なんでこれギュッてやるとここ もっと裂ける可能性あるんで、半分枯れてるんですね。うん、の感じですね。でここから先を曲げるような感じでいきたいと思います。はい、で山巻きなんで割れる可能性が結構大です。ねじりながら、山木はね、ポキッといくんでね、ポキッといったら正面変わります。これですね、もうこれがなくなったら間違いなくそっちですね。間違いなくそっち。ああ、でもいいとこ行きましたね。うん、難しいですよね。こっちの方なんですけどね。こういうこっちに帰ってくるっていうね。これがなぁ、重たいなぁ。確かにこっち正面もいいなぁ。ですよね。いや、よくなると思いますよ。今はこっち完全にこっちで。そうですね。で、これは、これを見せるために、ちょっと離すんですね。キー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 言うんでね。言いますね。うん、ミシミシ言うんで。怖いんですよね。あ、これ、これね、やっぱり、どっちから見ても、そっちから見ても出すぎちゃって、はい、ちょっと寂しいんですけど、これでこの辺が追い切られれば、これはなかなかちょっと使いづらい、出ちゃうんで、あまりにも。上のやつ、こうそっくり、うん。ちょっと小さくして、はい、
残しますか。じゃあやっぱりちょっと小さくしますね。これね、枝がこれにこうちっちゃく作りたいんで、はい、はい、この辺の、先端これがねどっちか抜きたいんですよね。もうね、刺し枝の上の枝です。そうですね、はい、こっちの方が使いやすいかな、内側に来るんで。そうするとこれを取っちゃって、これも細いですね、取っちゃって、ちっちゃくしたいと思います、ね、ちっちゃくしたいですね、これね。さっき取っちゃってもいいかなって言ったぐらいなんで、うん、これももう少し追い込みます。裏枝、頭は分かるけど、この枝はだからどういう、そうですね、この辺の、あの全体、この辺のちょっとボリュームつけるところですからね、うん、こっち見えますかね、ここまあここが両方カヌキになっちゃってるんで、うん、これを1個取りますね、細いやつね、はい、はい、いらないな、これ取りますね、お、はい、はい、はい、そうするとこれがあって、これがあって、これまだ大きいぐらいだな。市長さんは分かるかな。分かんないか。畳み込むか。とあとは頭ですね。頭はこれ頭の部分。頭の部分ですね。でまずここが接近しちゃってますから、ここですね。そうするとこっちを取っちゃうかな。ここにありますんでね。あまりにも接近していると、はい、いうことでこれ取っちゃう。ここが二股になってる。葉っぱはね、こっちの方がいいんですよね。これ杉っぱっぽいんでね。上取っちゃうか。要は選んだ理由は、こっちの方がなんかこう細かくできそうな、本当は下向いてるんですけど、細かくできそうな感じなんで、上を取っちゃいます。で、この辺のちょろちょろっとしたやつも取ると。この辺の紐のやつもいらないですね。ちなみにそれ、ここ頭じゃないですか。そうですね。これがこっちから見た時の頭じゃないですか。ああ、そうですね。こっちは上にある。高さはね、最後合わせなきゃいけないですね。だから合わせてこう並べるような、そうですね。そうですね。はい。ただこれ起こした時に下がっちゃうんで、若干やっぱり上がり気味になるかもしれないですね。こっちから見るとね、ちょっと上出てるなって。分けるんですか。分けます。両方頭作りますね。それがまあ違和感ないようにできるかどうか。なるほど。もう3つあるんですね。まずこれを取る。押すといらなくなっちゃうな、真ん中は。はい、取っちゃいます。はい、カンヌキだったと、ね、そうですね、カンヌキですね、3本あったのでね、はい、はい、で、これ上下とかね、いうのはここねじれば横になるんで、はい、大丈夫です。ちょっと葉っぱがここら辺あんまりまだ弱いんで、とりあえず取っときますね、はい、頭だしっていうことで。これ頭、これも頭、こっちは多いか。この辺のちょっと紐のやつは多いんで、ちょっと整理します。はい、もう少しボリュームつけときますね。いらないのはこれが細いですね。細くてカンヌキなんで、はい、うん、これを取ります。単純な疑問なんですけど、はいはい、針金、ね、1本だけかけて剪定が始まったじゃないですか。それなんか意味あるんですか。あの決め手となるのはこれとこれなんですよね、はいはい、これの位置とこれの位置、はい、だこれを決めた形で、ちょっともう一回針金かける前に剪定しようと。なるほど、うん、だいたいこの位置とこの位置は決まったと思うんで、重要な場所だから先に曲げといた。そうですね、でその位置に持っていかないとイメージがわからないんで、はい、はい、それでやったってことですね。普通こう杉っぱ取りたくなっちゃうんですけど、これが元気ないんで、杉っぱって元気がよくて出るんで、これの期待と将来、こっちを切っちゃう、はい、そうですね、杉っぱを残すですね。ここら辺も枝がいっぱいあって、どれを残すか。そうするとここら辺ですね、ここら辺がいっぱいごちゃごちゃしてて、ここはまあ下向いててこう間延びしちゃってるんで、ちょっと弱々しいんで、これは取っちゃう、うん、ちょっと元気ないですね、ここら辺もね。そうですね、はいはい、軽くふんわかこう作っといて、あとは培養にするということで、はい、あとはそこっちの挿し枝、この辺ですね、この辺が上から行くと、これはさっきと逆で、これを元気つけたいなということでね、これね、はい、これを取っちゃう、さっきと逆パターンですね。あ、これこういうやつ、これは先端がもう茶色くなってるってことはもうこれ出ないんですよね、これね。本来ここに成長点があればいいんですけど、ここはもう茶色で止まっちゃったってことはもう枯れる、やがて枯れるだろうということで、はい、いつもはこういう作業の時に雑談してますか、ええ、あ、そうですね、雑談で、今日は真面目なんですよ。真面目なんですよ。集中力を、何の話、国風ですかね、
やっぱり話題は僕まだしますか。もうもういいか、終わってだいぶしてると思います。終わってだいぶしてますね。公開する頃は。あ、そうですね。こっちを正面と考えた、そっちを正面した時にここの幹の動きをこれが消しちゃってる。そうですね、うん、なんでこっちはちょっと間延びしてるんですけど、これを生かしてこっちの方にちょこんと作ってこの辺にで、これを抜いちゃうと、はい、いい枝なんですけどね、非常にね、うん、左右左右があって曲がるかな、これ曲がれば両方正面だとややこしいですよ。そうなんですよ、ややこしいんですよ。で、最大はこれを差し枝とした時にこれの違和感がないかっていうのが最後残ると思うんですけど、はい、抜いちゃいましょう、これね、はい、はい、これでだいぶ枝抜きが終わって、はい、あとは細かい枝をかけていこうと。ちょっとコーヒー飲んでみます。コーヒーブレイク入ります。こんな感じになりました。プロは真面目なひるまさんです。じゃあ針金かけをしていきたいですね。どっちもいいですね。下からよくこう仕上げていくっていう人もいるし、うん、針金の太いのからやっていくっていうのがあって、ちょっとこれ辺も頭どうなるか、ここら辺の行き場はね一番ちょっと気になるんで、ここにはかけるんですか。ここはもうかけないですね、じゃあこの辺で渡す感じで。そうですね、ただこれとこれでかけちゃうと、うん、多分矢印になっちゃって効かなくなっちゃうんで、はい、これとこれをかけ渡すようになると思いますね、うん、これとこれとかこれとこれとか、はい、休憩の間にまた買ってしまったっていう。ん、休憩の間にあれもう買ったんですかね。下に下ろしたってことは買うってことですね。毎週買ってますよね。なんかね。本当に心配ですよ、僕は。心配ですよね。お金大丈夫って。もう株を売るか、内臓を売るかってやつですね。そうですね。ちょっと高い買い物しちゃったんで。いや、ここのとこね、高い買い物しちゃってるから。そう、あの動画にはなってないんですけど、なってないんですけど、高い木を買ってるんですよ。高い木買ってるんですよ、本当にね、やばいよな。数万の木を買ったとかね、じゃないですね、じゃないレベルの買い物を。そうですよね、近いところで2回見てるんで。2回買ってますね。さすがにいくらセレブの昼間さんでも、セレブじゃないんですけど、さすがにちょっとどうなんだろうって思っちゃうぐらいの。そうですね、まあ盆栽祭りで売りますから。売ると言ってあんまり出ない可能性もあるからな。いやいやいや、でもだいぶね、あの小さいのにシフトしていくんで、はい、たくさん出したいと思います。もうすぐですもんね。もうすぐですか。あと3ヶ月、あと3ヶ月、2ヶ月ぐらいか。2ヶ月、そうですね、準備しないと。アナウンスあると思うんですけど、はい、僕もちょっと大宮祭りに、はい、ご協力できそうなので。ああ、そうですか、はいはい。じゃあ、はい、何かどういう立場か。そんなことまで考えて。あの最近エゴサーチしたら金の亡者みたいなことを言われてたんですけど。金の亡者、だから金稼ぎに走ってるみたいな。ああああああ、言われてたんですけど、無償です。はいはい、はい、そう言っとかないとですね。今回も無償でやります。それ言っとかないとですね。あと金稼ぐって、僕これ仕事ですから、うん、ああ、それはそうですね。そうですね。っていうところのね、はいはい、はい、思いました。そうですね、それないとやっていけないですもんね、生きていけないですもんね。生きていけないしね、終わっちゃいますからね、うん、この YouTube、うん、再生数じゃ食べれないぐらいユーザーが少ないんですよ。ああ、そうなんですか。ただ、うん、ただ見てる人たちがほら、うん、年配の方が多いから分かんないんですよ、この感覚が。なるほどなるほど、うん、使えないな。使うか、まあいいか。今日は、動線でやってます。今日は動線、今更ですけど、はい、末期ですからね、はい、そうですね。銅線、ええ、家にあるんですけど、ええ、使うことないんですよ。ああ、アルミ線でやっちゃうから。やりやすいですからね、アルミ線の方がね。増えましたよね、でも盆栽ね、ちっちゃいのいっぱいありますね。私もこんなのばっかりです、うん、この辺から始まって、ここは籠宮さんが作ってくれたやつですね、はい、この辺が全部昼間シリーズが2、3、4、5、6、7、8、9、10、13。たたみづけ。たたみづけ。僕もあの辺に 8個ぐらいありますけど。あと10本。今月。あるんだ。あと10本ですね、今月中。お祭りでいつ売るかですよね。今年なんか売りたくないんですもん、なんかね。愛着が湧いちゃって。いや、さっき売るって言ってた。そうか。そうか。あ、
そうだ、だからその創刊の五葉松もまた戻ってきましたんで、はいはい、一回売れかけました、売れかけたんですけど予算オーバーだったらしくて、いやこれもそうなんですよ、買いたいって人がいて、あの方ですか、あの方が、これは売らないですよね、いやだけど買いたいって言ったら売る、売る、はあ、お金ね、ないから、金融がないから買って売って買って売ってですね、そうそう、これ、ね、よくできたら、うん、言えないですけど、はい、で買うって、えあこっちかマジですか、マジマジマジ、やばいです、払えますねこれで、そうするとだいぶ楽になりますけどねだいぶ楽になりますね、ていうかまだ借金あるんでね今月そんな盆栽やってる人いるのかな、いるのかなって、でもね、うん、こういう素材の山木みたいなのを買ってきて作って、あ、そうそう、だから作って売って作って売ってがね、いいですか、繰り返せれば、ね、そうそう、なんとかやりくりできるんですよね、素材を売るのがどうだっていう人いますけど、あ、そうそう、全然全然、それのおかげでこんだけ 腕がね、成長できたっていう、まあまあまあそうですね、ことですよね、まあそうですね、うん、この程度ですけど、うん、と穴掛けこんな感じかな、そうするとあといよいよ18番ぐらいかな、16番そうですね、16番ですね、さっき18番って言いましたけど、16番16番を今かけて、はい、16番をかけてます、お役立ち情報なんかありますか、情報ですね、山木は植え替えを気をつけろですかね、植え替えで結構枯らすことが多いんですね、うん、やっぱ直根がもともとあるからそうですね、だからやっぱり崩した時に枯れる可能性があって、大別さんだ、だから畑の木の時、はいはい、もう直根でバーって伸びてったりするじゃないですか、だから脇根がない時にそれ切っちゃうと枯れるからっていうことを確か言ってたような気がします、はい、じゃあ続きですね、16番まで終わったんで18番以降の針金かしよう、はい、はい、どっか寄り道したんですか今日は、今日はねしましたね、どう言いました、トークセンターですね、あ、はい、何も買わずに、はい、今日は、ま、待ってる間に植え替えがあれ終わっちゃったんですかあらららあ、いいじゃないですか、鉢合ってんじゃないですか、はい、植え替えしました、あれ石槌、うん、石槌ごよ昼間さんは畳みましたが、私はそこまで畳む、いやでもいいですよね、はい、やっぱ破傷がいいからね、そうですね、ちっちゃくできる、枯れないことを祈ります今年は御用が結局こんなのと、はい、これはもう動画になってますね、あ、動画っていうか、はい、この3つですね、はい、これは昨日やったやつ、はい、裏ネタがないって言ってたやつ、そうですね、はい、いいから針金かけろって話だよね、はい、細かい針金かけないんで、はい、パッ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 仕上げていきましょう、はい、こう入ってくる、難しいなこれ、あ、こっちにかけるか、はいはい、了解です誰と喋ってるの自分で喋ってる、またため息、ちょっとまたため息でショッキングなことはあ、さっきのさっきのね、まあね、でも、はい、今日いっぱいね、杜氏園に木が入りまして、はい、で、私がいくつか選んで下に置いといて、避けといたんですね、避けといた、で、買われちゃいけないからっていうんで値段も全部取って下に置いといたんですけど、帰ってきたらなかったっていう売れちゃってたと売れちゃってたっていうね、プロの人が選んだんで、そう、まあしゃあないなって、同じ面を持ってたと、そういうことですね、そう、はいはい、そうですね、というお話でした、お話でした、はい、でため息がついてだと、はい、お小遣いが余ったと、余った、よかった、はい、よかったですね、使いすぎなんで、終わりました、あといよいよ最後20番か21番で、あ、じゃあ22番で、はい、はい、終わりですね、もう少し一回配置しましょうか、先にね、はい、大体の位置を、ここはね、どれだけボリュームが来るかで、棚でいくつか分けたいと思うんですけど、まあ、3つぐらいのブロックに分けるか、これは1ついいかな、これでね、でこれも多分3つぐらいに、これはちょっとボリュームある、これは1個後ろに持っていっちゃおうかな、これ後ろ持っておけばね、こっちから見た時にも見えるんで、なるほど、感じで真ん中ちょっと大きいですけど、でこれが挿絵だとしてやるには、これを下ろしていく、ね、下ろして最後上上げる、これはちょっと上げとく、そしてちょっと後ろへ配置します、僕棚は何個かの塊で一つの、そうですね、棚を作るみたいな、何本かの小枝でこう一つの棚を作っていけば、まあ、ちょっと大小ありますけどね、
やっぱりこれですね、一番行き場がないのは。これはこっち側へ持ってきて、これがいらない。これを両方正面にするからいらそうそうそう、使いづらいんですよね。うん、本当なら切っちゃう。切っちゃう。ここ曲げますね。ここの畳み込みやつ結構大事なんで、はい、ここですね。こうコンパクトにしたい。なくてもいい枝なんですけど、とりあえず取っとこうということで、これぐらい、こんな感じですね。はい。だいぶ幹に寄ったと思うんですよね。はい。そうすれば、まあ、使えるかなと。ちょっと5分ぐらい出てきていいですか？はい。5分出ていいですかって確認取るってことは、あとは任せたってことですね、きっとね。5分間任せたってことですね、きっと。任された。普通にいないとき、接客して、お金もらってますからね。サラリーマンですけど、普通の。そうそうそう、はい、なんか当時園の生徒さんはみんなそれできますね。そうですね、そうですね。アットホームなね、教室です。なんか物来てもみんな普通に、あ、来たからっつって運びますもんね。そう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 、あ、物来たってね、普通に運びますよね。普通に手伝いますもんね。なんてアットホームな。アットホームですよね。人使いが荒いのか。ということで、とりあえず針金かけが終わりました。終了しました。あの、小枝をかけてませんけど、とりあえず棚にできるような感じで作りましたね。はい、で、一つはまあ正面がそこら辺ですかね。うん、ここら辺の正面にして、まあここが、まあ幹を少し切るか切らないかぐらいのところに、こっちにぐよって寄せたんですね。はい、うん、ここが、まあ、こうだらーんと鍋ずるにならないようにちょっとこう変化つけたんですけど、ちょっとこれ割れましたよね、なんか。割れてますか ね、 枯れた部分。うん、非常にね、やっぱり割りやすいんで、うん、で、まあこれを頭にして、これは高いんですけど、一応、まあ、これも起こしてもいいかもしれないですね。ちょっと少し起こしてですね、この辺から見ればいいかなというところですね。うん、まあプロのアドバイス通りの感じですかね。で、これも裏枝がね、さーっとこの辺に出てきて、いいんじゃないかと思います。で、あとは私が、やりたいなと言ってた裏側どう映ってますか？どう映ってますかね。この辺かな。挿し枝がないと考えていいんですか？これがね、挿し枝なんですよ。じゃなくて、その後ろの、あ、これね。あ、いや、これはね、とりあえずつけときますけど、生かしで考えていい。うん、ただ将来はやっぱこう太いんで取っちゃうと思いますね。うん、ない。で、多分角度もこうなっちゃったから、ちょっとみんなこう向いてると思いますけど、みんなひねって。で、やっぱり最大、いいとこ生かすのは、この足元とここ生かして。ただ、やっぱりこれが天秤が後ろ行っちゃってるんで、鉄棒でこれをぐーっと上まで引っ張ると。ね、引っ張りながら、まあこれよりも上に持ってくるんですね、これをね。挿し枝はこっち流れ。あ、そうです、そうです。こっち流れ。この陣が今こっちに向いてるから、ね。ああ、そうそうそう。そうですね。だからこれは、もっと そちらへ引っ張りながら、こう起こしていくような。うわーって、今度これを。うん、こうふうに、こっちまで起こるんですね。上げながらこう行くような感じですかね。引っ張るぐらいに。これの上に行かないとおかしいですからね。そうですよ。こんなことできるよね。いやー、どうでしょうね。でも結構ね、これ動くと思うんで。なるほど。はい。これで少しね、様子見ながら、棚を少しやっぱり継ぎっぱなんでね、元気に作っていって、うん、うん、考えていこうかなというところですかね。はい。はい、ヒルマズン的にどうでした？でも、意外とやっぱりこっちがよく見えるかなって、まあ、そっちがね。向こう側正面って、時間かかるなっていう、うん、かかりますよ、印象でしたもんね。やっぱり時間、話を聞いた時に。そうそう。その通りだなって気はしますね。ただやっぱ枝の、挿し枝の出、うんうん、この部分。そうですね。を考えると、はい、こっち正面の挿し枝の出があんまり、これがね、って考えると将来性は蛭間さんが言ってた方にあるのかもしれない、ね、かもしれないですよね、とか思いました。うん、あとね、最大一番のポイントはこれ、こっちが正面になれるかどうかって、この水水、これ、うん、これが生きてなかったらこっちの正面はないんです。そっちの正面はこれが生きててればいいんですけど、ここら辺から入ってきてこういってぐるっと捻転してここに繋がってくるんですけど、もしこれが全部死んでるよということになると、これも枯れますから、正面に水水がない、水水が見えないということになってくると、そちらの正面はもうなくなります。正面から、水水が見えないといけない、見えないとダメですね。いけないと、はい、お化けみたいな、ええ、
なっちゃうんで、それはもう心拍の鉄則なんで、うん、ということ、はい、いうことがありますの で, で、まあ、いずれにしても水水をね、これからそちら正面にしたって結構太いん で, でこっち正面にしても太いんで、両脇から少しずつ攻めてきます、はい、そうした時に、まあ、水水がどう生きるかですね、それ次第で最後決めるような気がしますね、はい、感じでプロに教わった方法を、方法というかね、あの正面を主に考えながら、まあ、両方で作ってみたということですね。またまだ作っていく気なんで、とりあえずの骨組みだけやりましたということで、はい、はい、大丈夫でしょうかこれは今日はこの辺で、この辺で、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。カンタさん出てこないのに、えこれどうだろう、このさん光もあんま良くないなどういうことですか。こっち正面。あ、こっちのね。うん、こっち。こっちの正面を見せてね。最近ツイッターでも出てますけど、そのみんな同じ心拍のあの糸井川の葉っぱになっちゃってるんで、接ぎ木ですかね。うん。衣替えっていうのが果たしてどうなんだっていうのは、まあ昔から言われてますけどね。うん、やりたい気持ちはもう分かりますよね。そうですね。ね、短くこう詰まった葉っぱの方がいいんじゃないかなっていう、そうですね、考えちゃいますもんね。うん、だから山木をいくつか持ってる人はね、それこそ紀州とかね、北海道なんかの葉椒を持った方がいろんな葉椒がね、うん、楽しめるんで、住民家の方はいいと思うんですけど、やっぱりどうしても高くね、あの商売にしようとすると高く売れるんで、糸魚川がそうなっちゃうんですよね。私もあれですね、アダムさんのところで買ってきた山木がね、北海道なんですけど、はい、衣替えしようかどうしようかちょっと悩んでますね。うん、あのいい位置で作れればいいんですけどね、北海道でも今の枝で作れればいいんですけど、作れないとなるとやっぱりね、最近言葉が詰まるんですね廊下ですか。そう、廊下ですね。喋りながらもうなんか次のこと考えてるんですね、きっとね。あのね、おととい公開した動画ですか、あの、はい、ちっちゃいやつ、はい、あの時編集で結構よ、私修正しましたけど、あ、しました、やっぱり結構ね、噛み合ってないんですよ、話が。あ、なるほどね僕は、針金かけ終わって、出来上がったの見て、見えないから、はいはいはい、ちっちゃすぎて、はいはい、見えないから、あ、針金こここうしてこうやったんですね、っていう話をしてるのに、うん、もうギルマさんは、うん、次の枝の配置の話をしだしてて編集でうまいことやりましたけどあ、そうか、噛み合ってねえなと思いながら、それね、結構あるかもしれないですよ、私多分夢中になると、うん、自分がその考えになってると、結構他の話聞いてない。そうそうそう、人の話を聞いてないでも自分の、籠宮さんのとこ行った時もありましたよ、ありました籠宮さん話してんのに、ほら昼間さんが文人の話だ籠宮さんの言葉を遮るかのようにそこまでも自分の話をした、ね、そうそうそう多分あるんだな、それ癖でしょ、癖ですね。だから結構会社の会議とかでもね話して、偉い人が話してるのに全然違うこと考えてて、ありそう、急に刺されたりなんかしてね、え、なんて、何でしたっけみたいな、あるな、人の話聞いてないっていうね、無邪気というそんな可愛いもんじゃないでもね、あんだけニコニコされて、これいいでしょ、いいでしょみたいな感じでこう、はいはい、話されると、そう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 、はい、昼間さん、あ、話遮ってるけど笑っちゃうみたいな、笑っちゃう、なるほど。でやっぱキャラクターがやっぱそうなんです、イルマさんの、そうなんですかね、いいのかどうか、いや、いいと思います、羨ましいですね。先ほども動画見てますよっていう方が、ああ、さっきの女性の方、ええ、うん、ボンスキー場ですって言ってました。あ、そうなんですか。ええ、増えてますね、ボンスキー場、ね、ボンスキー場、すごいですね。作りますか、男性のダンスキー、ダンスキー、ダンスキー場それダンスキー場、それ男子が好きになっちゃったダンスキー場、男子が好きな女性になっちゃいますよね、それでね。ああ、それあったらいいな。いや、ダンスキー場、ダンスキー場、男子が好きな女子みんなそうですかみんな男子でもないし男子でもないし中高年しかいないんですよ、ゴンザやってる人は。そうなんですよね。雑談が今度増えてきましたね、だん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 ね、そういう動画になっちゃう。どこ使えばいいか分かんない。
この動画の締めの言葉を考えております。考えております。そもそもこの動画のタイトルは何にしようとそうですね、私も考えております。やりながら考えるっていう、ゆうまさんのやりたい作業を、うん、そうですね、できれば優先させたいというやっぱり僕も思いがありますので、はい、だからやっぱあの畳み込みが続いてたんですよね、続いたんですねどうしてもねまだやりたいんですけど ね、本当は今日あと1本ぐらいやりたいんだけど、うん、もうついにね東京の自宅まで針金かけて持ち帰ってやっちゃったっていうね、盆栽界の流行りを伝えたと、作ったんだって、うん、へーって言った興味ないでしょうね、興味ないですね、全然見てくれただけでも、うん、あいいでしょってね、うん、女性の声に反応しますよ、ついね年齢問わず人恋しいですね人恋しい、家族いるじゃないですか。いや僕が言うならまだ分かりますよ、あのいやらしく受け止めないでほしいんですけどスキンシップが恋しいですよね本当にあの大宮にそういうお店いっぱいあるんでありますかね、そうかスキンシップができるお店がたくさんあるんで、ね、そうか、はい、温泉買うぐらいだったらね、うん、そういうとこ行けばそうですね、楽しいこともあるできるんでしょうけど、動画のご視聴ありがとうございました、はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております、はい、詳しくは概要欄をご覧くださいよろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか何つったそんなにお得な企画ができたんですか広告です広告です、はい、はい、ぜひお願いします